今回マスアナが話を伺ったのは現在51歳の俳優真田広之さん。トム・クルーズと共演したラストサムライをはじめ、ジャッキー・チェンと激闘を演じたラッシュアワー3など10本以上のハリウッド作品に出演してきました。最新作最終目的地ではオスカー俳優のアンソニー・ホプキンスと共演を果たしています。真田さんが演じるのはなんとアンソニー・ホプキンスの恋人役、同性愛者という難しい役に挑みました。非常に独特な役回りだったと思うんですけども、はい、最初悩んだりとか迷うところあったんですか？もう本当にすごいお題を頂戴したなという、はい、あの監督そしてアンソニーの胸を借りるつもりで、もう無謀でも何でも飛び込んでしまえという勢いはあったので。緊張されたん？緊張は しないわけがないじゃないですか。アンソニー・ホプキンさんで、多分お会いするだけで緊張するのに、芝居で絡むとなるとね、もう全て見透かされてるだろうっていう感じですから。最初に撮ったシーンでアンソニーの首にスカーフを巻くシーンがあったんですよ。で、あのスカーフの巻き方というのが現地の特有の特殊な巻き方 でほとんど徹夜に近い形で覚えていったら、当日の朝また結び方が変わったんですよ。初日っていうだけで緊張してるのにどうしてくれるんだ。でアンソニーはどうしたら緊張してるのか、そんな無駄な時間費やさずにリラックスして楽しめみたいな。無理ですもう素直に無理です、無理ですと、はい、しかし実際の演技はその緊張を全く感じさせません。そして今回の映画は全編英語作品、真田さんも流暢な英語で演じています。 I was poor with no family. When I was 14, someone liked me enough to take me with him to England.言語ってどのように勉強されていらっしゃるんですか？作品ごとにやはり求められるあのレベルとかアクセントとか全部違うんですよね。ですからもう本当に毎日毎日受験生って感じです。車の中だろうが、それこそトイレの中だろうが、あの繰り返し言ってないと本番までに間に合わないっていうことが多いので、まあ、受験だと答案用紙別に他の人見ないですよね、映画とかテレビの場合はそれが記録としてずっと残ってしまうわけじゃないですか。そのプレッシャーというのはやはりまあ踏ん張らざるを得ない原動力にはなってるのかなという。真田さんのハリウッド進出の裏にはまるで受験生のようなひたむきな努力が隠されていたんです。ブラボー。そして真田さんといえばアクション俳優としても有名です。2007年公開のラッシュアワー3ではジャッキー・チェンさんとこのバトル。アクションをされる側のする側としての魅力、してる方としての魅力ってどういうものですか？幼い頃とか小中学校の時に見た映画で、はい、実際にその役の方が吹き替えなしでやっている姿というのを見て感動したし、まあ、いずれ自分も大人になってスクリーンで何かやれるんであれば全てにおいて極力自分でやれたらいいなという、そこがスタート地点なんですね。結構自分の作品も劇場に混じってこう見に行くんですけど、お客さんの中に真田さん本人がいらっしゃることが、やっぱりそのリアクションを見たいじゃないですか。でやっぱり滑ったところは反省するしいけたっていうところもあるし、よしってちょっと小さくグッという、ね、アクションならアクションでおおみたいなリアクションが得られた時にはやってよかったなと、ビビったけどやってよかったなとちょっとビビったけどって、はい、そんな真田さんにアクションとは一体どういうものなのかを少しでも肌で感じるべく、私僭越ながらこんなお願いをさせていただきました。そのアクションの基礎中の基礎といいますか、こうい
まあ、ここからまず始まるというようなことをちょっと今教えて、もしもよければいただければ嬉しいんですけども、基本と言われてもちょっとね難しいんですけど、何かこう私何でもいたしますので、何かこう動きがあれば何でもすると今言いましたじゃあまずスクワット100回ぐらいどうぞ。やっぱり基礎体力ですよね、まず基礎体力。いや冗談ですよ。ありがとうございます。最後に ZIP 恒例の究極クエスチョンにも挑戦していただきました。100回ですよ。真田広之さんに究極の質問。キューキュー一応素晴らしいアクションじゃないですか。ありがとうございます。ラボ。お見事です。さすが。今日からずっと A。日本の作品にしか出演できない。B。今日からずっと海外の作品にしか出演できない。そうですね。なんか自分の中ではそういう垣根がないというか、そういう分け方をしていないので、はい、カビーかと言われる。愛みたいな。愛まさか史上初でございます。愛という印象しちゃったのは、はい、壁のない時代をなんか作れたらいいなというのが、まあ向こうに飛び込んでいった一つの目標でもあるので、いかに自分自身のスタンスを貫くか、そして日本人としての心意気を貫くか、それをねじ曲げて成功しても外へ出ていく意味はないなという気がしているので、まあ一生受験生で行くんじゃないかと思います。ありがとうございます。貴重なお話の数々ありがとうございました。ここでインタビュー終了と思いきや、あ、どうもありがとうございました。京介さん、います、あのアサリの話できなくてすいません。ファンドストで振ろうと思ったんですけど、ちょっとタイミングが。今、真田さんから今、アサリの3文字が出ただけでも、もうアサリたち喜んでくださったりして。自分じゃなくてアサリだった。ブラボーでした、本当にもう。ブラボー&ダンディでした。いや、真田さんもブラボーだもん。ブラボー。自分のインタビューがみたいなテンション。いやいやいや、もうね、スクワットがなんかスクワットも2回で終わっちゃいましたけど、2回しかやってないし、ガチガチだし、ね、本当にそのやっぱオーラが完璧で、ストイックなオーラだったんですけど、うん、そんな中でこう自分の不安とか緊張っていう人間臭いところも隠さずに教えてくださる、こっち側に降りて話してくださる、本当に素敵な方でしたね。なんか信念がね、通ってるというか、素晴らしい。一生受験生っていう言葉が、ねえ、出てますね。でもなんでアサリご存知だったんですか。これがですね、僕あの緊張してて聞けなかったんですけども、もしかしたらスタッフの方が仕込んでたのなんか教えてしまってたかもしれませんけど、見てらっしゃいますよ。何にせよ私にとってもアサリにとっても本当に光栄なインタビューでした。アサリサイドで映画最終目的地は10月上旬に公開です。